どうも、大学生の田島です。今日から1週間断食生活をしていこうかなと思います。まあ理由としては大きく2つあって、1つがもう圧倒的に金がないからっていうのと、でもう1つがまあこういった YouTube とかのメディアへの露出も増えたんで、痩せてかっこよくなりたいなと思ったからです。でまあオートミールと日夜サイダーだけはありにして、それ以外は縛っていこうかなと思います。まあ本当それらも限界になった時だけっていうことにして、なるべく何も食べない水だけっていう風にしていきたくて、一応ねなんか飲んだり食べたりするたびに動画を撮るつもりなので、不正はもちろんしないでそこはしっかりとやっていきたいと思います。でまず比較のためにビフォーの顔周りの肉とお腹を先に見せたいと思います。こんな感じですね。もうやばいですよね。おっぱいとかもこれ全部肉なんで、ほらおっぱいできちゃう。まあ、これが1週間後にはどれだけ痩せてるかっていうことで、本当はね体重計あったら体重も比較していきたかったんですけど、ちょっとないんで、その代わりと言っちゃなんですけど、パンチのスピードも一応測って比較していこうかなと思います。まあ、痩せれば痩せた分だけスピード上がると思うんで、とりあえず今ビフォーの状態のパンチのスピードを見てください。こんな感じですね。こっちですね、右だけで測っていきたいと思います。であとね、ちょうど1週間後に奨学金が振り込まれて5万円、毎月そのお金で暮らしてるんですけど、なんで断食の極限状態の時に食べたいものリストみたいなのを作っといて、それを1週間後にも爆食いしてやろうかなと思います。もうそれだけを楽しみに今日から1週間頑張っていきます。まあ1日目の夜ですね。もう限界近いですよね。ほんと空腹だし、昼寝してたんですけど今まで、それなかったらもう多分食べてましたね。まあでも昼寝したせいで深夜がもっときつくなるんで、 YouTube とかで飯テロ動画とか見ないようにしてなんとかしのいでいきたいです。まあもう人生20年以上でずっと逃げてきたんで、逃げ癖みたいな染みついちゃってるんで、我慢とかあんまできなくなってるんですけど、それでもやっぱ YouTube にかける思いっていうのは本当、それに勝てなきゃトップ YouTuber になんてなれないから、俺は絶対に耐え切ってみせます。まあ食べたいものリストを作って、初日がこんな感じですね。カルパッチョと牛タンとアボカド、まあ今思い浮かんでる食べたいものはこんな感じですね。おはようございます。今が2日目の朝です。昨晩ね夜6時ぐらいに寝たんですけど、数時間で目覚めちゃって、そっからもうずっと空腹で寝れないみたいになって、飯テロ動画見てうわーってなってました。正直もうだいぶきついですね。もう頭も回らないみたいになって、なんか睡眠時間とかもおかしくなっちゃってるんで、わけわかんない状況なんですけど、とりあえずこの日夜サイダーを飲んで糖分取って、で頭を回転させていこうかなっていう感じです。でまあ今日いろいろ掃除とか洗濯とか課題とかやんなきゃいけないことがあるので、また今日の夜になんか飲んだりとかするだろうから、その時動画回そうかなと思います。2日目の深夜です。まあ今日はね1日このサイダー半分ぐらいで過ごしました。まあもうしんどいですよね。夕方から深夜にかけて寝てたんで、それでまあなんとか大丈夫なんですけど、もう起きてる時はずっと空腹で飯のことしか考えられないみたいになってますね。でまあもう体内がサイダーと、あとタバコももう数量増えちゃって、口になんか入れときたいんで、なんで今体内がもうサイダーとタバコだらけ。断食する前より普通に不健康な気がしますね今の方。本当は今日ね親がお金振り込んでくれたんで、トマトスープでも作ろうかなと思ったんですよ。もともとだって生き物を殺したくないっていう理由でこの生活を始めたわけだけど、野菜は生き物じゃないからね。で野菜スープ作ろうかな、トマトスープ、野菜トマトスープみたいなダイエットスープあるじゃないですか、あれ作ろうかなと思ったんですけど、そう寝ちゃったせいでもう無理だったんで、また明日作ろうかなと思います。それがちょっとでも一番きついかもしれない。やったー、トマトスープ食えるって思ってたのに食えないから、今ちょっと代わりに味噌汁作ってます。で今日の朝までマスクすると思うんですけど、一応あの顔の輪郭みたいなのもあれかなと思ったんですけど、いろんな YouTuber の断食見てたら普通に顔出してたんでまあいっかなと思って出します。でもあとは今日は味噌汁飲んで食べたいものリスト作って終わりということで、味噌汁ができました。うまそう。いただきます。
やばいわ。いやでも思ったよりだったら、もっとうわーうまいってなるかと思った。普通味噌汁だわ。2日目の食べたいものリストを追加しました。まあ梅水晶、軟骨ラーメン、刺身、ホタルイカ、麻婆豆腐、牛のたたき。まあじゃあ3日目以降もよろしくお願いします。はい、3日目の昼ですね。スーパーで野菜買ってきたんで、脂肪燃焼スープを作っていこうかなと思います。まあ本当はね、もう不正してスーパーでなんか買って食ってやろうかなとも思ったんですけど、やっぱリスナーさんを裏切るわけにはいかないので、しっかりと野菜とトマト缶だけ、あとコカ・コーラゼロ、ゼロカロリーなんで、まあそれだけ買ってきました。でね、まあもうこれじゃ断食じゃないじゃないかみたいな来るかもしれないんですけど、俺だって固形のものを食おうと思えば食えるけど、それは食わずにもうこいつらだけで過ごそうって言ってるわけですよ。絶対俺の方が偉い。だからもう何も言わないでください、そこに関しては。じゃあ作っていきます。できました。まあ2日半ぶりぐらいの景物なんで、しっかり味わって食べたいと思います。いただきます。うん、おはようございます。今が4日目の朝ですね。まあ3日目に食べたくなったものとしては、ジローチーズかけた肉もつ鍋焼き鳥ですね。 YouTube のショート動画みたいなんで、 TikTok の天才動画みたいなの見てたら、パワー系の料理ばっか食いたくなっちゃって、タニヤンとか見てましたね。もううわ食べたいです。で朝飯が昨日の残りですね。まあ昨日ね、結局あの後これちょっと食べたのと、サイダーとお水とサイダーだけでやっていたんで、まあ今日も同じ感じで、本当にきつくなったらこれ切って、あとはもう水分でごまかすっていう作戦でいこうかなと思います。でまあ腹の具合としては、まあ1日目2日目ほどきつくはなくなってきたかなっていう感じですかね。まあ、これを食べたっていうのはもちろんあると思うんですけど、なんかそれ以上に慣れてきたというか、前までだってお腹空いたらすぐなんか食うっていう習慣がついてたから、それがだんだんなくなってきて、まあまあ耐えられるようになってきたかなっていう感じですね。まあ、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、今が夜の9時16分ですね。まあ、先に食べたいものリストから、フラペチーノ、魚の塩焼き、天ぷら、キュウリ、サイゼのムール貝です。まあもう出尽くしてるんで、無理やり出しましたねこれは。でね、夜ここ1週間ぐらいうんち出てないなと思って、飲むヨーグルト買いに行ったんですけど、その時になんかめちゃめちゃ腹痛くなっちゃって、空腹から来てるのか何なのか分かんないんですけど、一応このカフェオレ買って、でまあ今は座って落ち着けてるところですね。もう飲み物で無理やり空腹満たすしかないんで、こっからはもう飲み物ガブ飲みでごまかしていこうかなって感じです。でまあ他の症状としては、まあ野菜のスープ飲んでるし、キノコとか食べちゃってるんで、別にそんな辛くはないですね。腹減ったらその野菜食えばいいし、飲んでるけどね、その噛むのはずるいから飲んでる。固形のものはだから食べてない、飲んでる。まあ4日目はこんな感じですかね。あと5、6、7だからさ、5だったらもう6、7って感じするけど、5、6、7だからね、それがきついですね。数字のあや、それが一番きつい。じゃあ明日も頑張っていきたいと思います。はい、5日目の朝ですね。まああと野菜スープがこんぐらい残ってるんで、これを今日も少しずつ食べて空腹をしのいでいこうかなっていう感じですね。まあもうここまで来たらまたやりきるだけなんで、しっかりと頑張っていこうかなと思います。まあそんなにね、腹が減るってこともないんで、もうただ食の楽しみが失われた分、ストレスがやばいですね。その
今までずっとムカついたりしたら飯食ったりしてストレス発散してたんですけど、それがない分どうしていいか分かんなくて、まずオナニーの回数3倍4倍ぐらいになった気がします。はい、5日目の夜ですね。先に食べたいものリストからいきます。ここに来てめちゃめちゃ出てきたんで面白かったですね。あん肝、白子、ラーメンショップ、もつ鍋、餃子、アヒージョ、ユッケ、椎茸バター、ネギ。特にね、ほんとラーメンショップの動画見てたら、知ってますかね、ラーメンショップ、汚い店のラーメン屋さんなんですけど、うまいんですよそこのラーメンが。いろんなところにあるんですけど、異常に食べたくて書いちゃいましたね。あとあん肝とか白子とか忘れてたの、なんか悔しいなって思います。本当に食べたいですね、ここら辺は。でまあ今日はなんとタピオカココナッツミルクを飲みました。まあ飲み物なんで全然不正とかではないと思うんですけど、やっぱ全然違いますね、美味しかった。そんな感じですかね。でね、調べたんですけど、その断食って最後の2日とかにゆっくりなんか玄米とか食べて胃の調子を戻すのがいいらしくて、自分家にはオートミールしかないんで、とりあえず明日からちょっとずつオートミール食べて、まあその断食終わった次の日にもうすぐ大食いできるようにしときたいんで、明日からの方がだから楽かなって感じですね。まあ今日が一番、まあ、タピオカココナッツミルクしか本当に飲んでないんで、きつかったかもしれないです。なんで明日そのオートミールと残ってる野菜スープと、あとね、卵がね、腐っちゃうかもしれないから、卵もちょっとオートミールに混ぜて食べたいなって思ってます。でね、あとね、症状としては、その、なんていうんですかね、もともと別にその、食欲っていうのは一定なわけじゃないですか。でもなんか食で楽しまないとやってけねえよみたいな、その食への欲望みたいなのがあったわけですよ。食の楽しみがあったわけですよ。でその食の楽しみがなくなってきたから、もうきつくないというか、慣れたんで完全に。うわ、なんか嫌なことあったから食べたいなとか、暇だからなんか食べに行こうかなとかもないんで、もうただただ何もせずっていう風に慣れてるんで、もう大丈夫かなって感じですね。もう今はもうとにかく今は我慢、今は我慢っていう気持ちでいられてるので、もう終わった瞬間にこれもうブワーって食って最もう多分射精しちゃうと思います俺。はい、6日目の昼ですね。まあ、トマトスープが今日の朝でもうなくなってしまったんで、こっからはオートミールですかね。正直ね、もう4日目と5日目の夜とか空腹で寝れなくて全然で、眠りも浅いし、で起きて、で眠い一日過ごして夜早くダウンするみたいななっちゃってて、もうだから最近何もか動かず何も考えずみたいな生活しかしてないですね。もうこのまま行くとだいぶやばいかなっていう感じで、まあでも今日と明日だけなんでね、あとはもうここまで5日間やってこれたわけですから、今日と明日ぐらいは我慢してしっかりと断食成功させたいかなっていう感じですね。まあでも鏡とかね、体とか見てるんですけど、そんな変わってない気がしちゃって、そこがちょっと不安要素でありますよね。本当にお前してたのかよみたいになるのかなって。本当にしてるんで、なんかそうやって言うのやめてほしい、本当にしてるから。まあじゃあ今日も一日頑張っていこうかなと思います。はい、今が夕方過ぎですね。スターバックス買ってきました。見えますかね、キャラメルフラペチーノですね。まあちょっともう正直なんかぼーっとしちゃってきつくて、よくよく考えたらフラペチーノって飲み物だから別にいいなって思ったんで、不正とかじゃなくね。まあ毎日だとさすがに舐めてるってなっちゃうんで、今日はまあチートデーということで、断食のチートデー、早速飲んでいきますね。うわ、死ぬわこれ。もうあさってのさ、断食終わった後の食事に支障をきたすぐらいうまいわ多分。これ超えないと思う、今一番うまいもん。まあ明日で終わりなんでね、これ以外はもう何も買わずにね、あとまあオートミールと卵落としみたいにして、それ食って胃の調子整えて終わらせようかなっていう感じですね。はい、今がね6日目の夜ですね。ちょっと今からオートミールと卵のおかゆ作っていこうかなと思います。
ということでね、早速いただいていきたいと思います。いただきます。マジで固形物6日ぶりですからね。うん、なんだろう、味は普通なんですけど、なんつうんだろう、野菜とかも普通に別に食べてたじゃないですか。だけどなんかオートミールってなった途端にその白米扱いになって罪悪感みたいなのがめちゃめちゃすごいですね。いいのかなみたいになってます今。マジで変な感じしますよ。卵がめっちゃ美味しい。でもこれはほんとオートミールでさえなければ100点でしたね。あーでも温まりますわ。じゃあもうね、先にね、食いたいものリスト更新します。このフラペチーノは飲んだんで罰を引いてきます。なんだろう、あーもう出し尽くしちゃってるからないですね。まあでも一つぐらいなんか買いときたいですよね。6日目はマグロ、タイ、牛丼、まあこれでいいかなって感じですね。あ、じゃあ残りあと1日、長かったですね。気を引き締めて頑張っていきたいと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます。ついに最終日ですね、まあ、オートミール食べていきたいと思います。でね、明日ビフォーアフターのアフターを撮るわけじゃないですか。その時に少しでも痩せたいんで、今もオートミール全部食べちゃって、でこれからはもう何も食べないみたいにしていこうかなって思ってます。ここに来てね、夜中の空腹がひどかったですね。もうそれで目覚めちゃうみたいな、またなりましたね。まあでももうやりきるだけなんでね、毎日言ってるんですけど、今日は本当にもう最高の一日ですよ。週末みたいな感じですかね、自分の中では。あとね、この寝巻き変わってないから同じ日に撮ってるだろうみたいに思われる可能性あるなって思ったんですけど、変えてないだけなんで、不潔なだけです。別の日です、ちゃんと。まあじゃあそういうことで、はい、今ね風呂に浸かって水抜きをしてます。明日の本番に向けてしっかり体重を落として体も気も引き締めていきたいなと思っています。実は昨日ねスタバ飲んだじゃないですか。あの後すごい後悔して、透明な水に一滴の炭を垂らして濁らせちゃったかのように、俺の今までの1週間の努力を無駄にしちゃったなっていう、そういう悔しさがすごくて、俺はなんでこんなことしちゃったんだろうって、少しでも今からできることはないかなと思ってやってますね。俺がこのね1週間断食生活にかける思いっていうのは相当なものですよ。この汗見てください。でこれもう下を映したらこれチンコ映っちゃうからね、そのぐらいの覚悟を持ってやってるわけですよ。まあじゃあ明日いよいよ結果発表ということで、おやすみなさい。はい、ついにね断食1週間達成しました。今が5月14日の金曜日、ちょうどねもう奨学金も振り込まれた頃だと思います。いやほんとね、節約にもなったし、多分痩せたしね、少しはいいことしかなかったですね。まあでもマジできつかったっす。で体内に入れたものが水、サイダー 1.5、 コカ・コーラゼロ 1.5、 フラペチーノトールサイズ1個、オートミール大さじ4、卵2個、あと野菜スープ、それで1週間、結構すごいことなんじゃないかなと思います。いや本当に長かったですね、もうやりたくないです。でね、まあ7日間かけて書いてきた食べたいものリストですね、最後これ白米。やっぱね本当に白米食べたくなるね。1週間分本当見てくれた人ありがとうございました。20年以上ね過ごしてきた中で一番頑張ったと思います。俺一番我慢した、そんぐらいきつかったですね。ほんと YouTube なかったら続けられてなかったと思うんで、感謝しかないです。じゃあもう早速ね、自分のこの、まあ、顔周りも見えちゃってるけど、体見していきたいと思います。どうですかね、だいぶここら辺、この特にここねとかだいぶ変わったんじゃないですか。あんま自分だと分かんないですけど、顔周りはちょっとそんな変わってない気がするけど、ここは変わってもうイケメン YouTuber になっちゃったなっていう感じですかね。まあ自分としてはモテないで自虐とかしてた方が良かったんですけど、まあもうそっち路線で行こうかなってこれからは思います。
でね、まあ体重計がないんで、最後にパンチのスピード1週間前と比べて上がったのかっていうのをもうやって、動画終わりにしたいと思います。でね、断食後の OB 動画みたいなのは次上げるので、そっちもよかったら見てください。